フォード RS200 は1984年から1986年までフォードにより製作されたミッドシップ四輪駆動自動車である。この時期のラリーカーとしては珍しい流線型のフォルムをしている。RS200 は世界ラリー選手権に参戦するためグループ B 規定に乗っ取って作られた。設計はルマンにも出場したスイック用グループ C マシンとヨタ。 TS010 をはじめ、数多くの F1 マシンや、レーシングカーの設計を手掛けたことで知られる、トニー・サウスゲート、ボディデザインを、フォードの支配下にあるカロッツェリアギアが担当した。当時のグループビーカーは総じて発売されている、市販車を踏襲したデザインであったが、RS200 はデザインも名称も市販車にはない、専用のものである。他に、同様の車として、 ランチアラリー037があるが、デザイン自体は、ランチアベータモンテカルロがベースであることを考えると、RS200 は、市販車と名称やデザインに、一切の関連性がない唯一のグループ B カーと、言ってよい。アルミハニカムモノコックによる、光合成写真を持つ。アルミハニカムモノコックは、センターセクションだけでなく、エンジンベイ、前後サスペンションアーム取り付け部まで伸びて、 車体全体を支えている。交換サブフレームは前後サスペンションダンパー上部など、車体上部の追加構造物として使用されているが、エンジンの指示はしておらず、エンジンはモノコックから左右のエンジンマウントクラッチ部の3点、指示で固定されている。ドライサンプ化されたエンジンは 4WD の、プロペラシャフトを避けるために進行方向左側に、オフセットし限界まで低く搭載されている。 ターボユニットを含めたエンジン部の重量バランスと重心位置低下のためにエンジンは右20度斜めに傾けて搭載されている。ボディカウルに関しては金属類はほとんど使わずガラス繊維強化プラスチックによって成形されている。エンジンはコスワースブダをベースにギャレットシェーター部を装着した BDT という水冷式自家 4DOHC エンジンで 排気量は 1803cc。下級機係数をかけて 2524.2cc となり、2500cc 以上 3000cc 未満のクラスに位置付けられる。この排気量は、エボリューションモデルでの排気量追加を意図した設定と考えられる。ブダベースではあるが、ヘッド、ブロック、クランク、クランク支持部分構造に至るまで、専用設計となっており、 パーツ単位の互換性はほとんどない。市販車は 250PS、300PS、350PS の3タイプが供給された。ワークスカーは 450PS と発表されている。r s 2 0 0 e と呼ばれる競技用モデルの排気量は下級機係数1.4をかけて3リッター未満となる2.1リッターとなっている。このエンジンは BDTE と呼ばれるが、コスアースエンジンのチューンで実績のある、ブライアンハートで製作された。高出力に対応するため、エンジンブロックは中鉄で作成されており、BDK 唯一のヒアルミエンジンとなっている。しかしながら、このモデルは、ホモロゲーションに間に合わなかったため実戦では、使用されていない。トランスミッションは、ZF 製5速、マニュアルトランスミッション。 ケース素材はマグネシウムとなっている。インプットシャフトアウトプットを上部に集めた低重心設計となっており、トランスミッションはほぼホイールセンターより低く搭載されている。サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーン式でラリー競技中の高い負荷に対処するため、すべてのサスペンションがツインダンパーツインスプリング化されている。またフロントブトリアブロアームに関しては、 アルミモノコックとつながっているが、フロント部のダンパーは全部サブフレーム、リア部のアッパーアームとダンパーは後部サブフレームに締結されている。また、アーム類はピローボールではなくゴムブッシュを介して締結されている。RS200 のメカニズム的特徴は、前後の重量比を50対50とするために、ギアボックスを前方に置いている、世界初のミドシップトランスアクスル式音。 WD システムにある。ちょうど FR とランスアクスルが前後逆になった格好であり、このため2本のプロペラシャフトが往復するという特な構造になっている。4WD の動作モードとして動力配分をコントロールするモードが3つ用意されている。全37追あと63の比率で駆動力を配分するモード、センターデフをフルロックし、 直結 4WD とするモード。最後にフロントに一切のトルクを供給しない高リンク動モードがある。これは4輪駆動によるアンダーステアを嫌った。言い換えれば解凍性能や運動性能を重視した舗装ロラリー専用のモードで他のラリーマシンにはないユニークな制御ロジックを採用している。しかし実戦では 2WD モードは使われず、 またに WD モードでもフロントイル SD は健在のためアンダーステア傾向は残った。ロードカーではこのモード切り替えレバーはオプションであり、多くの個体は37、63杯分のフルタイム、4WD のみで供給されている。なお、日本には十数台のロードカーが存在するとされており、四国自動車博物館にも展示されている。1985年、まずはテストとして、 イギリス国内ラリー選手権に投入の後、結果を残した上で、同年の世界ラリー選手権最終戦への参戦を予定していたが、グループ B に参戦の必須条項である、連続する12ヶ月以内に200台以上の生産をすることを達成できなかったため、ラックラリーの出走はできなかった。その後も主にハートのエンジン開発の遅れから結局20台の エボリューションモデルのホモロゲーションを取得できず、フォードはロードカーベースの RS200 での WRC 参戦に踏み切った。2.1リットル 650PS で臨む予定だったエンジンは、規定上わずかの差で2.5リットル以上のクラスに入ってしまう 1803cc450PS のままの参戦となった。ほぼ同排気量のランチアデルタイス4や、 プジョー 205T16 が 2500cc 以下のカテゴリーになり、最低重量が 890kg であった。一方で、RS200 は 3000cc 以下のカテゴリーとなり、最低重量が 960kg と7グ k g もの重量増を課せられた。またエボリューションモデルで予定されていた、軽量な内外装が認可されなかった結果、ワークスカーですら、スペアタイヤキャリアはそのまま、 車内もロードバージョンと同じダッシュボードを使用していたことが写真で確認でき、ライバル車に比べ大幅に車重がかさんだ。RS200 はグループ B では、悲運の連続であった。1986年、伝統の開幕戦ラリーモンテカルロにも出走できず、ようやく第2戦、スウェディッシュラリーにはどうにか参戦できたものの、今度は、調整不足による、信頼性の低さが露呈して、 エンジントラブルが発生した。第3戦ポルトガルラリーでは、コース上の観客を避けたところ逆に客席に突っ込み、3人が死亡、31人が負傷する死傷事故を引き起こしてしまう。この事故を引き金にフォードワークスは一時撤退。後日アクロポリスラリーとラックラリーにワークス体制で出場したが、かんばしくなく、グループ B での選手権は同年で終了したため、 RS200 が世界ラリー選手権の場で結果を残すことはできなかった。1986年ラックラリー終了後、A オートカー氏による測定で RS200 ワークスカーは0から60、マイルパーアワー加速2.8秒を記録している。また RS200E は2.1秒という記録を持ち、当時の世界最速の車としてギネスブックに掲載された。 翌1987年にヨーロッパ選手権ではグループ B 規定が有効だったため RS200 は前年と違い活躍を見せ年間19勝を記録している。また RS200E には2004年マッハにレーシングチームからパイクスピークインターナショナルヒルクライムのアンリミテッドクラスに出場、かつてワークス RS200 のステアリングを握ったスティグ。 ブロンクビストによって優勝している。なお2008年にも同チームのパイクスピークへの出場が予定されていたが、保護となり、翌年に英国英本タイヤを装着した 1150PS もの大出力仕様で出場した。ありがとうございます。